北辰一刀流兵法の技は実践的にならなきゃいけません。例えば真剣を使っても竹刀を使っても使い方は全く同じです。本日説明するのは北辰一刀流の左片手切りです。北辰一刀流の左片手切りの大事なところは片手手の内と刃筋になります。刃筋はまっすぐにならなきゃいけないんですね。もしまっすぐじゃないと相手とか物を切りません。この刃筋がまっすぐになるためにこの片手手の内が必要です。左片手手の内だけじゃなくてこの手首ですね、手首の形やも大事です。手首はまっすぐ正眼の形、これは正眼構え、この正眼の形にならなきゃいけないです。もしこう切りながらこうなったら物をとか相手を切りません。だからしっかりこの正眼の形を守って相手を手の内しながら切ります。